せあげん時に苦しさば感じとうご利用者。ベッドでの姿勢の調整とか腰痛で悩んどんしゃ解除の方、ベッドの組み立てに苦労しとう作業者の方へ、快適なせあげと機能で一人一人にちょうどよか、在宅介護用電動ベッドよかろばご紹介するばい。ご利用者にちょうどよか、せあげ機能よかろは普通のせあげにプラスして頭ん角度も独自に調節ができるったい。腰に重さばかけずに頭ば起こしたり、食事介助や口腔ケアのための姿勢作りもバリバリしやすいっちゃん。手元スイッチは大きか画面でベッドのすべてん角度、そして高さが一目でわかるったいね。で、音声で知らせるっちゃんね。高さが40センチになりました。さらに、ヨカラの背上げは後ろと上に伸びるように動くけんが、ズレや引っ張り感が減るっちゃんね。次は、介助者にちょうどよか高さ調節機能。ヨカロン高さは最大78センチまで上げられるったい。在宅介護のご家族やヘルパーさんとか介助の人のね、負担ば減らせるとよ。そいとね、ヨカロの高さ調節はまっすぐ上に上がるけんが、小スペースの設置ができるったい。すごかよね。最後は、作業者にちょうどよか、組み立て部品ゼロ。ヨカロは組み立て作業に部品も工具もなんもいらんとよ。また組み立てパーツも軽かけん、ベッドの搬入とか搬出の負担ば減らすっちゃん。他にもベッドの長さ調節、収納式の棚付きボード、さらにサイドレールの中央座しとかね、便利か機能がバリバリあるけん、ご利用者、解除する方、作業する方、みんなにちょうどいいったい。恋が在宅介護用ベッドよかろばい、どげんね。よかろう。